メガネ橋停留場は、長崎県長崎市栄町にある、長崎電気軌道ホタルジャヤ支線の路面電車停留場である。駅番号は37、2号系統、4号系統、5号系統が停車する。中島側に架か,かるにぎやか橋あたり停留場は1920年に開業した。開業は、長崎電気の第三期線築小町間の開通と同日の、 ことである。開業時の停留場名はにぎやか橋停留場で、にぎやか橋は中島側に架か,かる橋梁の一つ。ホタル茶屋支線の軌道も中島側を軌道専用の橋梁にて渡化している。停留場名は2018年にメガネ橋、停留場に解消、乗客の利便性のため沿線の観光地の名称を停留場名とした。メガネ橋停留場は、 平洋軌道区間にあり、道路上にホームが置かれる。ホームは2面あり、2本の線路を挟んで向かい合わせに配置されている。軌道の東側に、総福寺、石橋方面行きのホーム、西側にホタル茶屋方面行きのホームがある。ホタル茶屋方面行きのホームはかつて、西浜町より、軌道が中島側をホタル茶屋側に越えたところに設けられていた。 長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り、メガネ橋メガネ橋の最寄り停留場で観光客の利用も多い。周囲にはオフィスビルも立ち並ぶ。2003年には長崎電機の賑やか長編電所が停留場近くに開設された。これは老朽化した出島変電所に代わって新設された変電所でレンガ作りの境界を模した。 西洋風の外観をしている。ABCD でんぐり、アンド宮川2000 P、P73 ABC 200、ABCD まご2009、P57、100年史、P129、AB でんくり2005、P81、ABCD100 年史、P130、ABCD 川島2013、P48、かわ2007、P122、AB、伝提名称変更のお知らせ。 長崎電気起動、2018年4月4日閲覧。AB 朝の高人、長崎電気起動、13ヶ所停留場、新名称に35年ぶり、明日から、毎日新聞、P23100 年誌、P128、ABC100 年誌、P121100 年誌、P125100 年誌、P110、託り2005、 P147 今尾2009 P58 100年史 P126 ありがとうございます。